アメリカのトランプ大統領は10日、3月以降自粛していた大統領選挙に向けた集会を19日に再開すると明らかにしました。トランプ大統領の選挙集会は3月以来およそ3ヶ月ぶりとなります。再開後初の集会は与党共和党の強固な地盤で、新型コロナの影響も比較的小さい南部オクラホマ州のタルサで開く方向だということです。トランプ大統領は全米各地で広がる黒人男性暴行死事件の抗議デモへの強圧的な対応で支持率が下落していて、集会の再開を急ぎ11月の大統領選に向け攻勢をかける構えです。今後は南部フロリダ州やテキサス州などでも集会を行う計画だということです。